エロリオはスペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。コマルカとしてはドゥランガルデアに属している。2013年の人口は7294人。バスク語でサンザシのことをイロリと呼び、イロリオはサンザシの赤い果実を意味する。エロリオの町の紋章にはサンザシが用いられている。交互的にはエロリ書と呼ばれてきた。 エロリオの主要な教会エロリオの中央広場今日、エロリオの町の外にあるアルヒネタの墓は、キリスト教到来以前、キリスト教到来後それぞれの遺跡である。この地域には893年に、キリスト教がもたらされたとする記録が残っている。1053年、サンアグスティンでエチェバリア修道院が設立された。この修道院は時と共に改修され、結局現在も残る。 ゴシック様式の教会となった。1356年、ビスカヤ領主のドン・テイリョは、近隣のギプスコアからの侵略に対して、国境を守るために、修道院が立っていた場所で、エロリオの建設宣言を行い、正式にエロリオの町が建設された。1468年、エロリオの町は、名高いバンドス戦争の舞台となった。しかし、 やがてこの種の出来事は減少し、16世紀から18世紀に町は成長し、火事場の町として、特に槍の生産地としての名声を得た。この景気拡大の結果、主に16世紀中に重要な建物の数々が建設された。今日、これらの建物は歴史的、建築学的に重要なモニュメントとされている。19世紀と20世紀初頭。 農村部の町であることには変わりなかったが、多くの人々が著名な2つのスパを訪れ、エロリオは観光地となった。1930年代後半のスペイン内戦後、エロリオは工業化の時代を迎え、多くの小規模家内生工場や労働者、共同組合企業が生まれた。1964年、旧市街全体が重要文化財の歴史的町並みに指定された。 ビスカヤ県の県とビルバオからは 39km の距離にある。エロリオは軍としてはドゥランガルデアにあり、ビスカヤ県の東端に位置している。北はベリスやサルディバルと北西はアバディーニョと西はアチョンドと東はギプスコア県の自治体と南はアラバ県の自治体と境界を接している。 エロリオの町は、インチョルタ山、ウダラチ山など様々な山に囲まれている。町を横切るスメレギ川は、アチョンドで、アラソラ川と合流した後、やがてイバイサバル川に合流して、ビスケ湾に注ぐ。エロリオの景観1950年、の人口は約3500人だったが、1981年には、約8000人となった。その後は緩やかに減少しており、 スペイン国立統計局による2013年1月の推計人口は7294人である。エロリオの経済は工業活動に基づいているが、農業活動も依然としてこの地域に関連性を持っている。農村の土地利用の大部分は牛肉や牛乳の生産、松林の利用に基づいている。この地域で最も重要な経済活動は工業であり、 エロリオにはいくつかの金属加工企業が存在する。エロリオに鉄道路線は通じていない。道路では装備マイナス634号線が街を横切っており、コマルカの中心地であるドゥランゴ、ギプスコア県アラサーテ、モンドラゴンなどと結ばれている。装備マイナス2632号線はエロリオとベルガラやエルゲタを結んでおり、装備マイナス3321号線は エロリオとベリスを結んでいる。トゥランゴには AP-8 号線が通っており、AP-8 号線で、ビスカヤ県の県とビルバオや、ギプスコア県の県とサンセバスティアンに向かうことができる。アラサーテ、モンドラゴンには AP-1 号線が通っており、AP-1 号線で、ギプスコア県エイバルや、アラバ県の県とビトリアガステースに向かうことができる。エロリオには、 ビスカイバスの2路線が走っている。ビルバオ駅は1時間に1本、ドゥランゴ駅は30分に1本が走っている。ありがとうございます。